おはようございます。おはよう、おはようございます。おはめろみんな。おはよう。あ、ちょっとテロップにコウモリ、赤コウモリ待っている。おはよう、おはようございます。あーやー、さよみどりさん、コウモリありがとう。おはよう。ちょっと朝早いんですけど配信してます。今起きたよ、ちゃんと。でね、起きたんですけど、メイクももっと早起きして、5時ぐらいに起きてメイクも少しだけやった。偉くない？配信があるから配信があるからメイクも早起きしてしました。でもまだ完成してない、まつげも完成してない、髪の毛も完成してない。ちょっとなんか加工がさついてる、これ。加工がさなんか強すぎてさ、なんか白飛びしてるんだよね。でもこれで私前髪がちょっとノーセットだから、なんかちょっと変なんですけど気にしないでください。前髪キモいな前髪ちょっとキモくね。ちょっと前髪やだな。おはよう。そう、なんか朝配信しなきゃもうやばいと思って、昨日予約入れたんですけど、ちょっともっと早めにしたえ、起きてくれてありがとうございます皆様。そう、今ハロウィンのイベントをやってて、ゾンビ女王を目指して1位目指してるので、赤のコウモリ48グループの中で1番を取れたら、あの棺桶がもらえるっていうイベントがあるので、もしよろしければ皆さん赤のコウモリを投げてくださると嬉しいです。なんかミッションみたいなやつから無料で赤コウモリがもらえるらしいので、今赤コウモリ持ってるよっていう方だけいれば投げてくださると嬉しいです。お願いします。ギフト読もう。ロコポコ赤コウモリありがとう。あのやっぱり今日の夜帰ってたら、あの終電でも23時54分とかになってしまうので、あのお話し会が終わった後に会場で配信ができそうだったらまたそこでも配信します。で、あのロコポコさんタワーのお礼は、あの明日は家にいるので明日お礼します。ありがとう。昨日ミッドナイトシュガーさん、コウモリありがとう。この配信はね8時までします。なんこうさん、赤コウモリありがとう。さよみどりさん、赤コウモリありがとうございます。ハトくん、ハトさん、赤コウモリありがとう。ケイケイ、赤コウモリありがとうございます。こんばんは。草刈り機さん、赤コウモリありがとう。ジリーフォー、赤コウモリありがとう。クリミン、赤コウモリありがとうございます。ちょっと皆さんが寝てるからあんまり大きな声は出せれないんですよ、ごめんなさい。特に赤コウモリたくさんありがとう。カドさん、赤コウモリ今日ね朝ね大変なことがあったの。安部さん、赤コウモリありがとう。豆太郎大きなさん、コウモリありがとう。リカちゃん、コウモリありがとう。
ーさん、コモリありがとう。 ABC2 さん、コモリありがとう。ベニーシャケタルト、赤コモリありがとう。リーくん、赤コモリありがとう。こんばんは。ダース、赤コモリありがとうございます。嬉しい。ウシュータン、赤コモリありがとう。トモツクさん、赤コモリありがとうございます。タヌ、タルヤキさん、タル、待って目が、タルヤキさん、赤コモリありがとう。ミヤリンさん、コモリありがとうございます。なんかこのメイクポーチの上に置いて配信する、メイクポーチに自分の顔が反射してるな。特にマークコウモリたくさんありがとう。え、今日さ、幕張メッセだよ。今日お話し会ですよ。そういえば、会える方は気をつけて来てください。関東の方も気をつけて来てほしいし、あの地方から来る方も気をつけて来てください。私は今日朝、あのメイクを、アイメイクだけ少しだけしてたんですよ。そしたらなんかアイテープ用のあの絆創膏がなくなって、絆創膏がなくなって絆創膏買いに行ったの。そしたら私このホテルの部屋着みたいなやつで行ったのね。そしたら店員さんに怒られた。なんかそれホテルのやつだから何か上に羽織ってきてください、なんかわからないけど謎にコンビニのなんか店員さんに怒られて、なんか家でもパジャマで外でコンビニ出ないでしょみたいなこと朝から怒鳴られて、私はでも私、まあ、怪我したんで絆創膏欲しいんですって言ったら、じゃあ早くしてって言われてめっちゃせかされて絆創膏買いました、朝から。え、ダメなの？ホテルの部屋着で外に出たら、ホテルの部屋着で外に出たらすごいね。外に出たらってか、ホテルの部屋着で絆創膏買いにコンビニに行ったんですよ。そしたらめっちゃ怒られた。怒られちゃった。びっくりしましたよ。こんばんは。こんばんはじゃない、おはよう。もうこのハロウィンのやつが黒いからこんばんは。そう、このまま外に出たんですよ、ホテルの部屋着で。ダメなのかな、部屋の外はダメ。あ、そうなの。え、ちょっとほんとすみません、知らなかった。普通にホテルのやついいかと思ってたけど、ディスカ、あ、そういうことか。私が、え、でも普通にお金、あ、でも脱走したと思われたのかなとかと思って、ちょっと本当すみません、謝罪します。大変申し訳ございませんでした。もう朝早いし配信もあるから爆速で行こうと思って、このまま行って書きました。ちょっとコメント見てみよう。おはよう。やっぱダメなんだね、外はダメ。本当に部屋の外はダメダメ。ごめんね、ありがとう、教えてくれて。次から気をつけよう。怒られたの辛い。そう、怒られてせかされた。でもこれは私が悪いので、あの、すみません。でもそういうことがあった、朝から。でも今日みんなに会えるから、辛いことがあっても乗り越えられそう。幕張でねむねむにゃんこだけど
みんなはお帰りの列来る？気をつけて来てください。お話し会楽しみ、リネタンに初めて会える。え、初めてだっけ？初めてじゃなくない？気のせいかな。初めてだっけ？本当に？でも楽しみ、気をつけてね。一回はおはよう、一回は会ってみたい。ぜひ待ってますよ。今日とか、今日当日券あるから。おしまし、おすすめのメンバーとかいますか？私しか言われなさそう。え、いるよ。おしまし、おすすめのメンバー。なんか STU の中でなんかめっちゃおもろくて可愛くてなんか天才な子がいるんだけど、なんかそれが STU48 のなんか2期生のなんかうつのりねちゃんっていうらしい。うつのりねちゃんっていうらしい。だから言ってあげて。ちょっと今回のお話し会、自分の名前なくて、 CD の中に自分の名前がなくてちょっとピエンってなってるから。言ってあげてください。 CD 売ることしかできないから。お願いします。新しいアイドル、そう、いや確かに天才、可愛くて、も可愛くてはあれだけど、新しくて。朝から赤コウモリ赤コウモリって連呼してるアイドルらしい。今見てくださってる1200名の皆さん、おはようございます。 STU48 2期生のリネタンこと宇都宮リネです。今ハロウィンのイベントをやってて、あの赤コウモリが対象ギフトなんですけど、赤コウモリを皆さんが投げてくださって、もし1位になれたら、あの棺桶がもらえるっていうイベントがあるので、そのイベントで私は棺桶に入りたくて、どうしても棺桶が欲しいので、もしよろしければ、そう、無料で赤コウモリもらえたりするので、もし今手元に赤コウモリがあるという方は投げてくださると嬉しいです。お願いします。なんか 1,2,3 位はそんなに差がないんだけど、 4位、私今4位で、あのリコチズ差がついてるから、ちょっと3位以内に一旦入れるように頑張りたいです。今日は6時半から配信してるんですけど、8時まで配信して、で夜23時とかはちょっと配信ができそうにないので、あの家に帰れないので、あのお話し会が終わった後に1時間か2時間ぐらい時間があるんで、もしかしたら、もし配信していいよって言われたら、あの会場で、お話し会の会場で配信したいと思うので、あのまた来てくれると嬉しいです。だから7時58分とかになったら教えてほしいです。この配信終わるので、やっぱイベントとかこういうことがあったらみんなと何回も話せるからいいね。早起きできるし健康。今さ、アイメイクしかしてないし、部屋が暗いのもあるかもしれないけど、なんか幽霊みたい。私の顔、私の顔幽霊みたい。今日ちょっとギフト読もう。ギフト読みます。ひろせまるさん、赤コウモリありがとう、嬉しい。おかちゃん、赤コウモリありがとう、嬉しい。しんぼう、赤コウモリありがとう。今もまだ
ふーさん、ふーちゃんろさん、赤コウモリありがとう。紅鮭タルト赤コウモリ、朝早いのに1500人の皆さんも見てくださってる、ありがとう1500人も見てくださってる、朝からありがとうございます。髪の毛何もセットしてないからボサボサなんだよね。会場着いたら髪の毛、前髪も髪型も綺麗にしようと思う。今日さ、私パジャマ着るんだけどさ、髪型何がいいと思う？リンゴヘアとか？髪型何がいいかな？姉ちゃん、おはよう。おはよう。おはようございます。おはめろ、おはよう、おはよう、おはよう。みんな今日も生きてるな。おはようって言えることはちゃんと死んでないんだよ。生きてるからおはようって言えてるんだよ。すごいなんか普通に星の愛みたいな愛な髪型もいいけど、りねちゃん、初めてりねちゃんにギフト投げた。え、嬉しい、ありがとう。じゃあ今日初めて記念日書いとこう。初めてギフトを投げてくれた日、ありがとう。嬉しいですよ、大切にします。コウモリ食べる。スパイクさん、お菓子ありがとう。イサオさん、シキシキビームありがとう。2日間連続配信おめでとう。え、ウレピー2日間連続で配信してるよ。ノーピア5時から配信してた。そうなん？早いメンバー早いよね。多分あれじゃないかな、普通に爆速メンバーじゃないかな。
私とかは結構あの前乗りしてるからあれだけど、ミニさんまだ寝てますよ。私は7時ぐらいにアラーム回せるって言ってた。今日寝るタイミング逃してオールだから漏れてない。うん、漏れてないわけないじゃん漏れてないわけないじゃん。今日も一番かっこいいよ。みんな今日どんな服装できますか？今日なんか初めて会うよっていう方とか教えてほしい。初めてじゃない方も今日どんな服で来るの？みんなおびえで、私は今日パジャマを着ます。ピンクの足で出て足痛かった一瞬。久々に生配信見れてる。久々なのかすごく可愛いです。嬉しい。なんかじゃあ今日は久々に生配信見た日って書いとこう配信してよかった。じゃあ久々に見てもらえるってことは嬉しいから、配信してよかったですリネタンパジャマならワイもパジャマなのか？え、全然いいよ。寝巻きで着てグレーのパーカーとかスウェットとか、リネのレーンみんなパジャマで、なんか服やる気ないって言われても知らないよでも私は全然グレーのあのトレーナーとかそういうなんかダルギーでもいいよ。みんな本人がそれでよければ私は何も思わないから。はじめまして、皆さんおはよう。今ハロウィンのイベントをやってて、48グループの中でイベントをしてるんですけど、1、2、3位があって、もし1位に選ばれたら初代ゾンビ女王に選ばれたりとか、棺桶がもらえるイベントがあるので、もしよろしければ皆さん、私は1位になって棺桶に入りたいので、よろしければ棺桶もらうために赤コウモリをたくさん投げてくださると嬉しいです。なんかね、無料でね1人1個もらえたりするからね、赤コウモリもし持ってるよって方とかいれば投げてくださると嬉しいです。なんか無料のギフトでもミッションみたいなやつがあって、ちょっとお手数をおかけするのですがお願いします。今日は31日までイベントがあるんですけど、その中でもコスプレ配信、ハロウィンにちなんでコスプレ配信をしたりしようとかって思ったりとかしてるし、あの楽しみです。コナッチさんバラ、ありがとう。こんばんは、おはよう。コナッチさん小判ありがとうございます。ガッチ赤コウモリありがとう。クリーミン赤コウモリありがとう。おはようございます。お話し会後押し増しのワンマン行くので、普通にライブ企画を、どこのライブだろう。いいなぁ、かっこ熱どこのライブだろう、楽しそう。じゃあ今日は 2現場回すってこと。ゆえちゃんも1時間目から、はい、そうですよ、早起きクラブなので。ゆうりちゃん赤コウモリありがとう。瀬戸次郎さん赤コウモリありがとう。
翔さん、しろさん、赤こもり、ありがとう。ごめんなさい、ちょっと漢字が読めない。でもいつもというか見てくださってる方、お話し会でパジャマ着るから、今日は見せられないからパジャマ着てるのか。そうだよ、ちょっとネタバレになっちゃうからまだ秘密です。てるね、ちゃんおしさんが見えてよかったね。リンゴヘアはいい、リンゴヘア好き。今日パジャマだからオフ感っていうか、なんか緩め、ちょっと緩めのいい感じの女感を出したいんですよ。親方さん、赤こもり、ありがとう。リピーですよ。髪の毛ボサボサ、あの私も髪の毛ボサボサだよ、ノーセットだから。まだ前髪も何もしてない。まつんさん、かこもり、ありがとう。フェリーをハートありがとう。かきひこさん、かこもり、ありがとう。みねさん可愛すぎ。みねさんスースーって言って寝てるの。そう、みねさんが寝てるから小声で配信してる。めっちゃ可愛い。みねさん。おはよう。領域展開昨日もやった。え、今日お話し会で領域展開やってって言ってくれたらやるよ、領域展開って逆にやってくれてもいいよ。隣で姉ちゃんが配信しててスースー眠れる。アリちゃんは3は強いいつも私はドーベアのガチャ、意外な組み合わせ多そう。確かに、あミネさんのアラームが鳴った1時間もう早い。ムーチンさん、赤コウモリ、ありがとう。ミネさん起きました。
アイスの方が多いでしょきっと。食べてる人の方が少なそう。今日ツーショットでどんな顔しようかな。変顔とかも全然しますよ。平日ならもう食べ終わってる時間です。あら、でも朝早いもんね。みんなお仕事とかで。お腹すいた。それな、お腹すいた。私はまだまつげが終わってないんですよ。まだアイメイク終わってなくて、まつげをね作りたいです。でも私のまつげはとか特殊で、ドライヤーとかがないとできないから、ドライヤーができてから。いいな、朝マック食べたいな。私の分も買ってきてくれるんじゃなかったの。いいな。いいな、朝マック。朝マック食べたいな。アイメイクしてるよ。まつげは上げてないだけ。アイシャドウとかアイラインは描いてる。でもまつげを上げてないから目があんまでかくない。今日髪型どうしよう。そうね、めっちゃ可愛いね、髪飾りをね持ってきたの。え、めっちゃ髪の毛いい匂いするんだけど。めっちゃ髪型いい匂いする。今日幕張メッセ来た人、私の髪の毛匂って帰ってよ。マジでいい匂いするんだけど。え、めっちゃいい匂い。え、めっちゃ髪の毛いい匂いするんだけど。今日パジャマだから緩めの。でもなんか今日ヘアターバンみたいな、ヘアターバンネキ、ヘアターバンとかゴムとか持ってきた。まあ、ツインテールとか三つ編みとかもあれだけど、部数変えよっかな。今日私って何時間目まだありますか？通所含め3時間目まだあるかな。部数がさ、あれ分かれてるんだったら髪型変えるのもありだな。全部の部昨日私3時ぐらい寝たんですよ。で、理由がなんかコインランドリーに、配信が終わってお風呂にミネさんが先入ってくださって、その後私も入ったんですけど、コインランドリーに行って洗濯物を洗いました。だから3時ぐらい寝た。乾燥も含め
ひろふみさん、赤こんもりありがとう。今ハロウィンのイベントやってて、なんか赤のこんもりを皆さんがいっぱい投げてくださって、1になれたら棺桶がもらえるイベントをやってるので、私あの棺桶に入りたいので、もしよろしければ、あの赤のコウモリを投げてくださると嬉しいです。今1、2、3位はそんな差がないらしいんですけど、今4位で、私が3位と4位の差がすごいあるので、まずは3位以内目指して頑張りたいので、皆さんぜひぜひぜひってなんだぜひ赤のコウモリを持ってくださってたら投げてくださると嬉しいです。お願いします。今日23時頃とかも配信ができなさそうなんですよ、まだお家に帰ってない時間で。だから今日この配信を8時に終わるんですけど、あのお話し会が終わってから17時ぐらいかな、17時ぐらいかそのあたりで1時間か30分ぐらい時間があるので、そこでまた追加の配信をしようかなって思ってます。だから今日はその配信で終わりなので、皆さんもしよろしければ協力してくださると嬉しいです。たかひろくん、赤こんもりありがとう。よしたく、赤こんもりありがとう。おはようございます。まつんさん、赤こんもりありがとう。広島港のパセリさん、赤こんもりありがとう。トゥブさん、赤こんもりありがとう。おはよう。睡眠時間短い、3時。確かに、でも私3時ぐらいならなきゃいつも寝れなくて、だからまあどっちみち良きかな、いつも通りって感じひろふみさん、赤こんもりありがとう。4時間目まで、4時間目までか。じゃあ4回髪型が変えれるってこと。ひねちゃん、あやお、くんくんしたら出来になっちゃうえ、マジで髪の毛いい匂いする、やばいよ今日めっちゃいい匂いするもん。あのさ、こうやったらさ匂えるじゃん、多分こうやってやってあげるよてか通称パーテーションあるんかな、通称とパーテーションあると思う、あるか。でも直接話すとき、これぐらいの距離のときはパーテーションないんですよ、ゼロ距離なの、これぐらいなの。通称あるかな、ちょっと前髪キモいな、ノーセット。1時間目通称、3時間目、4時間目から、あ、そういうことか。じゃあ3回、じゃあ3回髪型変えれる。何にしよっかな、その時のパジャマ着てみて、その時のあれで決めますわ。その時のあれで決めますわ。え、お腹減った。あ、そう、私今日むくみのドリンクを持ってきたら、それを飲まなきゃいけない。昨日買ったんですよ、むくみ取る飲み物、このむくみ取りのジュースを。もう今日朝顔パンパンでさ、顔パンパンでちょっとマッサージしてたけど、それでも顔パンパンだから飲みます。なんか私ここにさ赤いできものができてたんですよね、そういえば。痒くならなきゃいいな。
見た今の顔、今の顔見た。みんなもこれ一緒に飲もう。いただきます、いただきます。これ美味しくない？これ結構ね、もうちょっと半分言いかけたけど、結構ねあのミステリアスな味がするの。ちょっと今スクショとか撮らないでください、めっちゃブスだから。この角度なんかブスブス確定でしょ。ちょっと今スクショは NG。朝の炭酸っていう時点で目が覚めます。これ結構酸っぱいんですよ。でも私これが効くかって言われたら正直ちょっとよくわかんない。あ、気持ちな気がする。まだちょっと入ってるけど一旦休憩、ここに置いとこう。おはようございます。おはよう。じゃあこれが効くかって言えたら、まあなんか気持ちかなって感じ。なんとなく飲んでます。おはようございます。どうぞ。ネギさん、赤こんもりありがとう。ヨシタク、赤こんもりありがとう。奈良さん、おはようございます。おはよう。コナン、赤こんもりありがとう。今日は8時に配信終わるので7時58分になったら教えてください。今もまだ風呂室中さん、ありがとう。赤こんもりノリックさん、赤こんもりありがとう。あん赤こんもりありがとう。スパイクさん、赤こんもりありがとう。ゆうとくん、赤こんもりありがとう。おはようございます。みなさん、たかひろくん、赤こんもりありがとう。これ朝から飲むの結構きつい。
結構きつい。飲むけどね、酸っぱいんですよこれ。私ね、酸っぱいなんか酸味系とか全然大丈夫なんですけど、もうこれはなんかガチレモンみたいな、ガチレモンだからめっちゃ酸っぱい、なんかクエン酸そのまま飲んでる感じだから酸っぱいんですよ。で普通のキレートレモンと比べてなんかちょっと薬っぽい味がするので、薬剤みたいな、だからちょっとデンジャラスな味がする。ひろみさん、赤コンオリありがとう。でも慣れた、もうこの味には。ゆりちゃん、赤コンオリありがとう。キレートレモン飲んだらよく眠れるイメージ、確かにこれ確かにそうかも。キレートレモンは飲んだら眠れる気がする。でもこれはなんか寝る前じゃなくて朝起きて飲みます。なんか寝る前にむくみを取ってくれるんだといいけど、一時的に自覚するむくみなので朝起きて飲んでます。見方どうしようかな。朝に飲むのもいい。朝、そう朝に飲んでますこれは。朝に飲んでますよ。朝飲んでこれを、朝にこれを飲んで目を覚ましております。トイさん、カンオケありがとう。チーン、ありがとう。トイさん、カンオケカンオケに入りたいから嬉しい。チーン、ありがとう。トクリーマーカコオリありがとう。そう、リアルカンオケのギフトがあるからカンオケに入りました。飲んだ、ごちそうさまでした。すっぺー酸っぱかった、ごちそうさまでした。おはようございます。今何時だろう、何時か分かりますか皆様。いやまだ7時10分とかな気がする、体感。お疲れ様です。ありがとうございます。ルカちゃんもお疲れ様です。7時23分かしこもりいたしました。じゃあ7時
23分に。今見てくださってる3723名の皆さん、おはようございます。朝から見てくれてありがとうございます。朝貴重な時間なのに。2023年10月20何日22日22日人生で一回しかない日に私の朝の配信を見てくれてありがとう。21日か21日、もう貴重な日なのに、人生で一回しかない日のに見てくれてありがとうございます。なんか今ハロウィンのイベントをやってて、48グループの中で1、2、3位があるんですけど、それの1位になったらハロウィン、あの初代ゾンビっ子女王という称号がもらえたりとか、あとはあの棺桶がもらえるんですよ。私はもう棺桶が欲しくてたまらなくて、棺桶に入りたいので、もし皆さんよければあの1位になりたいので、対象のギフトが赤コウモリなんですけど、赤コウモリを投げてくださると嬉しいです。お願いします。なんかね、無料でもらえるのはあるので、あの赤コウモリを無料でゲットして、今持ってるよっていう方とかいればぜひ待ってます。赤コウモリを私に放出してくださってる皆様もたくさんありがとう。みんなが今日くれた赤コウモリ食べてタンパク質にしちゃうね。棺桶が欲しい。どうしてもゾンビのモノマネも得意だから、ゾンビ認定されたいゾンビ認定されたいです。なんか今1、2、3位はあんまり差がないらしいんですけど、3位と4位の間だけが差があるらしくて、ちょっとまずは一旦3位以内に入れるように頑張りたいので、よろしければ皆さん応援してくれると嬉しいです。私に皆さんのコウモリを放出してくださいよしたか、コウモリたくさんありがとう。お礼ポ前のこと好き、ありがとうございます。今日は幕張メッセがあるので、リアルお話会当日なんかお話もできちゃう。当日お話できる件とかもあるので、今日私ツーショットとか普通に話しましょう。ちょっとでもノーセットだから前髪がちょっとあれなんですけど、ハゼッチさんハート、しっぴで棺桶プレゼントしたいあの棺桶多分検閲に引っかかります、棺桶だからこのショールーム
のイベントを頑張って、あのこの配信で1位を取って、あの私を棺桶に入れてください。ルカちゃんかこもりありがとう。毎日が1回なのよ。そうだよ、毎日1回だから。明日生きてるかもわかんないから。明日誕生日、え、マジか。明日誕生日、じゃあ私が一番にお祝いしちゃおっかな。今いいの、一番にお祝いしちゃって。私がフライングゲットしちゃおうかな。私を棺桶に入れてください。そうだよ、多分プレゼントで棺桶を送るってなると検閲に引っかかっちゃうから、 STU の。だからこの配信でこのイベントを頑張って、みんなで1位を掴んで、みんなで私のことをあの棺桶に入れてください。そしたらあの検閲に引っかかることもなく、ちゃんとゾンビ認定もされて最強のゾンビになれるので。パフィン赤コウモリありがとう。アツシ、あ、おはようございます。遠いたくさん赤コウモリありがとう、嬉しいです。みんながくれた赤コウモリを今日は食べてタンパク質にしよう。デギターシリンさん大好きです。え、嬉しい、ありがとうございます。土下座。なんとか3位以内に入りたいね。そうなの、なんか3位と4位の差が空いちゃってるから、一旦3位以内に入りたいっていう、でそっから1位を目指したいです。必ず1位にはなりたいので、でも一旦そこの差を埋めないと難しいと思う。でも今日は今6時半から配信してるんですけど、8時まで配信して、で帰ってくると23時何分とかでもちょっと配信ができそうにないので、日付超えちゃって、なのでお話し会が終わってから17時ぐらいに多分お話し会が終わるんですよ、きっと。その間で配信がちょっとできる時間があると思うので、配信あのお話し会会場で配信してもいいよって運営さんに許可が取れたら、あの配信しますね。おはようございます。この期間はいっぱい配信します。この期間じゃなくても、でも1日に何回も配信するのあれかもしれない。いつも1日に1回とかの配信なので、うっ、充電器が。最近ね配信結構やっててね、ゾンビとかサンズの川とかそっち方面強いっすね。確かに、私天の川のなんか天の川ってあるじゃないですか、織姫と彦星、七夕で織姫と彦星が天の川で出会うのって素敵だねみたいなことをツイートしようと思ったら、私天の川を三途の川って間違えて、普通に三途の川だと思ってたの。だから七夕でなんか織姫と彦星が三途の川で出会うのってめっちゃなんか素敵じゃないみたいなことを X でツイートしたのね。そしたらポストしたの。そしたらみんな大混乱してた。サンズの川じゃないよって、ヘータンやばいよって言われた。でもマジで私は気づかなかったの。
マジで三蔵かなと思ってて、だから本当にやばいんですよ。で私2日前の配信でこのイベントが始まる前にあのゾンビが2日間ぐらい夢に出てくるって言ってて、でその2日後に昨日ゾンビのイベントがあるって初めて知って、もうびっくりしましたよ。さすがに何かの予兆でしょう。神様がお告げをくれてるんだよ、リネちゃんこれからゾンビのイベントがあるから一旦ゾンビで慣れなさいっていう。でその3日前に私3日前か4日前くらいに棺桶に入りたいっていうツイートをしてたんですよ。入りたいっていうか棺桶が欲しいっていう。でそれをあやぱんっていうその同じ同期の子に言ったら、なんか棺桶って爆笑されたんですよ。でっていうことをツイートしたら、ポストしたら X でツイッターで過去旧ツイッターで言ったら、このイベントで棺桶がもらえるって知ってちょっとどどつき上げましたよ。だからもうほんとタイムリーなのでちょっと4位から抜け出したいです。多分このイベントの中で一番棺桶に入りたいじゃないかなと思います。私が思いは強いから、思いだけは強いから、どうにか棺桶に入れるように配信をいっぱいしようと思ってるので、皆さんもしよろしければ応援してくださると嬉しいです。ひろみさん、こんばんは、ありがとう。はるなさん、赤こんばんは、ありがとう。Thank you。そう、三途の川、私がその三途の川って言ったから、三途の川がトレンド入りして、ツイッターの。もう本当やばくない？私まだ内海りねとかで。なんかバズったこともなければ内海りねでトレンドに入ったこともないんですよ。なのに自分の名前じゃなくてツイート、三途の川ってツイートしたことによって三途の川がトレンド入りしてもうちょっとびっくりしましたね。私の今年の目標がなんか何かでバズりたいみたいなこと書いたんですけど、三途の川でちょっとバズっちゃいましたね。トレンド入りしてました。空がかんかこもり、ありがとう。リネタンハロウィンイベント頑張ってほしい。できる限り遊びに来るね。え、嬉しい、ありがとうございます。楽しみが増えた。なんか無料で赤こもりをゲットできたりもするので、もしよろしければ皆さん待ってます。愛の伝道師キヨさん、赤こもりありがとう。おはようございます、おはようございます。皆さん、そう、岡山県警の方からねストラップもらったんですよ。沖さんとのストラップをもらって、家に飾ってある。むしろ飯はネタになるかも。ほんと？いてまえさん、あここもりありがとう。かしこまりいたしました。東京特許高木さん、あここもりありがとう。本当にたくさんありがとうございます。みんなが今日くれた赤こもりタンパク質にして食べるね。トニーさん、赤こもりありがとう。レント、赤こもりありがとう。そう、タイムリーすぎるんですよ、あまりにも。吉田赤こもりありがとう。だからね、もう本当にマジで棺桶にも入りたいし、ゾンビにもなりたいし、本当に
でなんかこのイベント1位になったらなんかトマトジュース1ヶ月分ぐらいもらえるらしくて、でも私トマトジュース毎日飲んでて、あの家に8本ぐらいペットボトルのトマトジュースがストックしてあるんですよ。だからちょっと私にぴったりあまりにもこのイベントが指針すぎてなんかちょっと怖いです。うつみりに頑張れって言われてるの言われてんのかと思うぐらい勝手に、まあ、指針にしてるけど、すごい激アツなイベントなので、今何ポイントぐらい差があるんだろう。今なんか4万ポイント差が、始まる前に4万ポイント差があったんですけど、何万ポイントだろう。なんか昨日も4万ポイントで、また4万ポイントから離れたかな。でもなんか配信こうやってしてたらみんなが応援してくれるから、あの嬉しい嬉しい、語彙力ない、語彙力ないけど、この配信は8時までやって、だから7時58分にやったら壇上読みます。7時58分にやったら壇上読みますね。 STU 大好きさん、北海道ハートありがとうございます。今日はなんでこんな早起きをしてるかというと、ま、イベントのためでもあるんですけど、あの幕張メッセで STU48 が今日来るんですけど、あの通称都会とリアルお話し会を開催するので、それで配信してます。当日券があるんだよ。だからうつみりねの券買い損ねたみたいな人とかでも今日当日券買って、あのこの今話してる人間と話すことができます。ツーショット撮ったりで、今日は私はパジャマを着るのですが、どんなパジャマかは秘密でも、ちょっと大人なパジャマなんかキャミみたいなやつ行きたい。かわいいでしょ。だから楽しみにしてて、髪型悩んでるんですよね。でも今日まだ前髪も持ってなくてノーセットだから、ちょっと前髪がちょっと気持ち悪いんですけど、前髪で顔が変わるからさ、ちょっと今配信でちょっと今3000人の方が見てくださったよね。こんなノーセットのスラを、ノーセットのツラを見せて申し訳ない。シャイのリコチとは約3万5000ポイント差。マジ？え？ってことは昨日より縮まったってことやん。ありがとうみんな。朝から泣きそうだぜ。泣きそうだった朝から。昨日なんか配信やっててなんか4万ポイントでみんなも頑張ってくれたんだけど4万ポイントで差がついちゃって、そう今4位なんですよ私。ってことは3万5000ポイント差ってことは昨日よりは成長できたってことやん。嬉しい、みんなありがとう朝から。泣きそうだぞ嬉しいです。昨日よりは成長できたってことやんリアルに泣きそうマジでぐちゃ。もう最近本当にピエンガオカドスコエの好きなことばっかりだから、あの
普通にこうやって朝から配信をこうやって見ていっぱい見てくださってのも嬉しいし、昨日よりは成長できたっていうことが嬉しい。ありがとう。今日の夜はあの23時とか配信できなくて、もう家に着いた頃に日付変わってるので配信できないんですけど、今日お話し会が終わってから17時ぐらいから17時まで10分とかちょっと刻むかもしれないけど、17時10分ぐらいから配信を1時間か30分か2時間はできると思うので、またそこで距離を縮められたらなと思います。嬉しい。 STU 大好きさん、ありがとう。あと吉田くん、赤コウモリありがとう、たくさんありがとう。赤コウモリ嬉しい、大切にします。ベニチャケタルと赤コウモリありがとう。ひなっぴさん、赤コウモリありがとう。シロさん、お菓子ありがとう。うまい。トクリン、赤コウモリありがとう。1位を取りたいんですけど、まずはね、あの3位以内に入れるように、4位と、私今4位なんですけど、4位と3位の差があるから。このイベントは31日までするんですけど、多分もう31日まで配信してる頃にまあどうなってるかわかんないんですけど、まあ毎日ねコツコツ配信するのが大事だから、少しでも縮められるようになるべく多く配信するので、あの見てくださると嬉しいです。マジで私の今日の髪の毛いい匂いすぎて、ちょっとやばい。めっちゃいい匂いする今日髪の毛。いつもいい匂いするんだけど、私の髪の毛は今日は異次元。今日お話し会来たして、私の髪の毛に匂わせてあげようか。絶対嫌だって思った今。嫌だって思った。マジいい匂いする。いい女の匂いがするよ。てか唇に色なさすぎるだろ。唇に色なさすぎない？私今さメイクポーチの上に置いてるんですけど、携帯を反射してる。ここに反射してるわ。まさぴょん、赤コウモリありがとう。今3位、今4位なんですけど、3位のメンバーと3万5千ポイント差があって、あのでもめっちゃ昨日4万ポイント差があったから、あの嬉しいです、縮められて。だから一旦3位以内に入れるようにしたいです。赤コウモリ、赤コウモリはなんか無料でなんかミッションみたいなやつでもらえることもできるし、なんか有料のなんて言うんだろうもできます。無料で同じ種類なんだけど、あの普通に有料であの買ってポン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 って投げることもできるし、無料であの投げることもできます。今日暑くなるかな、なんかもうすでに首がめっちゃ熱くて、絶対体温高いんだよな今日。今日絶対顔赤くなるわ。やだ、私もすぐ顔赤くなるから。
間中6回チャレンジあるらしいので、なるべく貯めて充電狙って投げますね。ありがとう、嬉しい。そうミッションとかもあるから、イベントにカウントされるのって赤コウモリだけなん。そう、赤コウモリだけなの。なんかハロウィンのお化けとかカンオケとかいっぱいあるんだけど、赤コウモリ限定で、昨日から赤コウモリ赤コウモリって言い過ぎて、なんか頭おかしくなりそう頭おかしくなりそう。赤コウモリ赤コウモリって本当にすいません。もうみんなノイローゼになっちゃうのかなっちゃうレベルで赤コウモリを連呼してるから、本当ごめんね。ちょっとこのイベント期間中は赤コウモリっていっぱい連呼させてくださいごめんね、みんな頭おかしくなっちゃうでしょ、同じことばっかってでもね、逆におもろいんですよ、同じことばっかやったらツボって。お願いします、免許取れた赤コウモリありがとう。そうチャレンジとかでもらえるから、もしよろしければ投げてくださると嬉しいです。赤コウモリやばい、ちょっとダメだ、赤コウモリって言われたらおもろい。なんだ赤にしたんだろうね、コウモリじゃなくて。変化、なんかショールームが変化球を求めてきたことが可愛くない？ショールームの運営さんがさ、あ、黒じゃなくて普通のコウモリじゃなくて赤のコウモリにしてあげようかなみたいなアイドルだから赤のコウモリの方が可愛いかなみたいなことを考えてんのかなだったら可愛くない？めっちゃそうちゃん赤コウモリありがとう。ちょっとやめてください。え、本当に髪の毛匂いたくない？私のめっちゃいい匂いするんだよ、めっちゃねいい匂いするのマジで。うん、やばい、今日あやぱんに匂わさせようかな強制的にあやぱんに私の髪の毛の匂いを匂わさせようかな。今日リアルお話会はパジャマを着ます、ちょっと大人の。だから髪型どうしようかなと思って、マジ何もしなくて髪、なんかリンゴヘアとかなんかネムネム系の髪型、ネムネム系とはネムネム系の髪型にしようかな。コウモリホテイトアバター赤ちゃんなくなったのじゃない？あ、確かになくなったよね、なんでって感じ。コウモリもリエちゃんの塩ピンク、え、可愛いよね、マジで可愛いもの大好き。可愛いもの大好きって言ってる自分が可愛いと思ってるわけではないですからね、決してでも普通にマジ可愛いものって可愛いじゃん、だから好き、超単純可愛いものって可愛いじゃん、だから好き。今何時だろう、58分になったら教えてもらっていいですか。私今っていうか、私その X と X 過去 旧 Twitter と Instagram をやっておりまして、もしよろしければフォローよろしくお願いします。そしてあのリアルお話し会が今日幕張メッセであるんですけど、当日券があるのでもしよろしければ待ってます。今日当日券、今日会えないよっていう方は、今回のシングル結構各地回るんですよ、リアルでもあるし、福岡とか愛知とか、愛知行くっけ、愛知はいかんかごめんなさい、大嘘。なので大阪とか東京も2回来るよ、あと1回来る、最終日に行くし、広島も行くし、あの待ってます。でも直接会えないよって方とかは、あのオンラインのビデオ通話とかもあるので、オンラインでもお話しすることができますので、あの遠征できないよっていう方とか、
お仕事があれで分かんないから家から話したいっていう方はぜひ待ってます。そう、 TikTok もやってて、 TikTok は私の個人のアカウントではないんですけど、 STU48 と検索していただけると、あの公式のアカウントが出てくるので、そこからあの私とあやぱんの TikTok だったりとか、私一人で撮ってる、ってやってる TikTok とかあるので、いいねとコメントしていただけると嬉しいです。ドブリンハートありがとう。ドブリン結婚して、考えとくね、ありがとう。52分かしこまりでした。ピンコンも買うとこに出てきません。季節の多分、そう、季節の多分にコウモリないかいって。20歳最後のりえちゃんとお話できますよ。そうだよ、オンライン話し会、りえちゃんのレンとおしましできる。え、できると思う。うつみぬりぬのレンはおしまし可能かっこ栄光可能かっこ栄光です。当日券ありますわよ。可能かっこ栄光ちまちうまいから、ひき肉さんのものもね、ひき肉さんジュアル昨日配信してたらね、 iPhone が充電器で熱くなりすぎて、 iPhone が高熱だから、高温すぎるから配信を停止しましたみたいな出て、めっちゃおもろかった、マジでパニックった。だからミネさんにコメントしていただいて、リネタンの iPhone が熱くなってるから今配信停止してますってみんな充電切れだと思ってるんだけど、まさかの充電しながらやってて iPhone がめちゃくちゃ熱くなってるらしくて、でも今も結構熱くて充電しながらやってて、だからなんか心配だったけど、なんとか警告は出ずに済んだ。おはようございます、かしこまりいたした、ありがとう。まさぴょんはクコモリありがとう。髪型本当どうしようかな、めっちゃ悩んでる。私さ、今からさ、もうパジャマに着替えてさ、普通に向かってもいいなと思ったんですけど、会場にパジャマのまんま集合したらみんなにびっくりされるかな、ルネタンパジャマで来たのって。さすがにやばい、パジャマに集合場所に行ったら。今日でもパジャマっていうか、ガチのパジャマじゃなくて、今日お話し会で着るパジャマ、でもお話し会で着るパジャマはガチこの日のために買ったみたいな新しいパジャマなんだけど、さすがにやばいか、やばいか。悩んでますね、悩み中。冷蔵庫の中で確かに冷蔵庫涼しいから iPhone が高温じゃなくなってとてもいいかも、とてもいいかも。7時58分教えてくれてありがとう。じゃあ壇上読みますね。8時に終わります。今着てるのはホテルのやつです。じゃあ13位から読んでいきます。13位、今もまだフーロス中さん、ありがとう。12位、糸前さん、ありがとう。
11位佐藤くんありがとう。10位まつんさんありがとう。9位ひなっぴさんありがとう。8位はるるんありがとう。7位ロコポコ Thank you。 6位ベニージャケタルトありがとう。5位東京特許とかくくさんありがとう。4位マサピョンありがとう。3位トクリンありがとう。2位トーイありがとう。そして1位がブルーパン吉卓です。ありがとうございました。ありがとう。じゃあまた今日17時過ぎぐらいにあのお話し会終わってからその合間の休憩で配信すると思うのでまたそこでお会いしましょう。今日23時とかもう家帰ってる頃には配信できないんで日付変わって今日そこが最後の配信なので少しでもまた縮められるように頑張りたいです。だから夕方ぐらいにまた配信予約入れるので来てくださると嬉しいです。でもし配信が会場で難しいとなったら今日これが最後の配信かもしれないですけど多分 OK って言ってくれる気がする。うん。だから待っててください。で今日会場来られる方は気をつけてね。今日会えないっていう方はまた配信で会おうね。じゃあまたね。ごめんなさいちょっとこんな髪ボサボサで。ではさようなら。バイバーイ。